そういえば、前言ってたあの、モンスターズって映画さ。あ、あの、人間あいつら男が出てくるやつそう、そいつ以外に、もう一人怪物みたいなやつが出てくんだって。へぇ、どんなブサイクいや、ブサイクじゃないわ。えなんでいきなり決めつけんだ、お前。いや、怪物みたいって言うから。いや、見た目がじゃないんだよ。あ、そう。じゃあ、どんなやつこれです。ほう。名前は、シュイチって言うんですけど。こいつもなんかあんの超能力みたいな。 そう、まず前言ってたあの、誰でも操れる男が、唯一周一だけは操れないんですよ。あ、そうなんだ、唯一だから止まれとか念じても、周一は止まんないの。ああ、協調性がないんだ。え、話聞いてたちゃんと。ああ、土田ストップえ土田。え<だ>、どうした止まれって。あいつみたいなもんでしょいや、違うわ。空気読めないとかじゃないんだよ。あ、そっか。 だからあの男にとってシューイチは天敵みたいな存在なんですよ。ああ、イセリア貝殻虫とベダリアテントンみたいな関係ね。いや、知らないわ、そんな虫。気持ち悪いな、そうして。でもさ、別にこれあの男が周りの人間とか操ればすぐ勝てんじゃないのいや、それがこのシュイチにはもう一つ超人的な特徴があるんですよ。ええー、なんだろう。あ、わかった。足が超速い。ああ、違いますね。足が、足が超伸びる。足から離れてください。 かかとが超硬い。かかと硬いってなんだ足離れろや、ほんで。じゃあ何なんですか足以外思いつかないわ。なんで足以外思いつかないんだ、お前は。いや、答えなんすか答えは体が異常に頑丈で、回復力もすごいでした。あー、足方面かと思ったから。足方面って何なんだよ。で何何だっけだからあの男も全力で潰そうとするんだけど、周一もなかなか死なないんですよ。あー、すぐ復活しちゃうんだ。そう、復活しちゃうのだ。から、うわい<っ>え あ、土だ。ハン、ハンマー。イムラ大丈夫なになになにもうびっくりしたお前、お前もあれだな。死にかけてもすぐ復活するな。週一みたいだな。いや、死んでるからね、こっちは。土田ちょっと危ないからじっとしてて。えー、大丈夫か、こいつ。あ、魔王様からメールだ。またこれ読めって。あー、あれね。あの時間ね。映画、モンスターズ、5月30日金曜日より。うわちょ、全国ロードショー。いや、大丈夫か、イムラ ちょっといやし。どこ行くんだお前は。